さんこんにちは。今回はビューティーコリアさんから、これまで2ヶ月ぐらいにわたってたくさん韓国コスメをご紹介させていただいていたんですけれども、特にその中でも現時点でものすごく気に入ったものとか、特におすすめのものを、厳選しましたので、そちらをご紹介したいと思います。よろしければぜひ最後までご覧ください。ではもう早速行こうと思うんですけれども、まず一つ目がこちらですね。結構もうコメントでも本当に使ってみたかったっていう方も多かったと思うんです、声もいただいていたんですけれども、こちらのオリーブヤングのこの青い、ビューティーパフスポンジですね。これは本当に期待通り使ってみてめちゃくちゃ良かったです。これ今ちょっと水に含ませて絞ってきた状態なのでちょっと膨らんでいるんですけれども、本当にキメが細かくって肌触りも本当にいいですし、で私はクッションファンデーションを使っているので、それはパフ付属のパフで塗るんですけれども、その後ですね、余分なファンデーションですとかを吸ってくれるのと、あと、こう馴染ませる役割としてこのパフを使っています。本当に特に今夏の時期なので、この水に含まったこのパフが肌に当たることですごくひんやりもしますし、仕上がりも本当に綺麗に、この一手間を加えることで化粧崩れもしづらくなったので、本当にこのパフはねすごく良かったですね。そして2つ目はこちらです。こちらの、ジャミンギョンでしたかねの、これはボディ用のボディ、まあ、全身用のジェルになります。エブリデイスージングクリームっていう名前のものなんですけれども、こちらがまあアロエの成分とか、あといろんなこう鎮静作用のある成分ですね、そういうのも入った、まあ、日焼け後の肌のお手入れとか、もちろん毎日 の顔のスキンケアにも使えるジェルになっています。でこちら中はこんな感じの、ジェルになっていて、こんな感じのプルプルのジェルになるんですけれども、普段使っている、アロエのジェルもまた別のもので私はあるんですけれども、そちらに比べると本当にスキンケア効果がすごく高くって、これはもうアロエだけじゃなくっていろんな保湿成分とか鎮静作用のある、まあ、植物由来のとかの成分が入っているので、もう匂いももちろんないんですけれども、本当に伸びがよくって、本当にこれ気持ちいいんですよね。こんな感じの、本当にもうサラサラのジェルになっています。で、特にこれは私首元とかデコルテのあたりに、もう本当に毎日使うようになってから、まあもともとそこは日焼け止めも塗るんですけれども、やっぱりどうしても日には焼けてないですけれども、こう熱を持ったりとかしていると思うので、そういう時にこれをちゃんとね、毎日塗ることで、本当にそこの部分の肌もめちゃくちゃ綺麗になってきたんですよね。背中とかもそうなんですけれども。なので、本当にこのジェル、ものすごく気に入って、いつも顔のお手入れの後のボディケアの時にはこれを必ず使っています。はい、そして続いては、クッションファンデーションの回で、いくつかご紹介したと思うんですけれども、その中でも特に気に入ったのが、こちらのホリカホリカの、フェイス2チェンジフォトレディクッション BB というこの、クッションファンデーションなんですか BB ですね、がこれが意外と気に入りました。最近結構カバー力のある、クッションとかが多いと思うんですけれども、私はどちらかというと結構薄付きの方が実は好みなんですね。でこの BB タイプのクッションなので、これはすごく仕上がりがすごく好きです。で使い心地もすごい軽い感じなんですけど、ちゃんとカバー力ももちろん普通にあります。中はこんな感じの普通のクッションファンデーションではあるんですけれども、本当に使い心地がすごく好きで、で色味も若干ですがやっぱり BB っぽい、ちょっとこうグレイッシュなベージュっていうんですかね、そういう感じの色もやっぱり好きでしたね。で化粧崩れが意外とこれしづらくって、ほんのりこう肌がつるんとした感じの仕上がりになってくれて、とにかくこれは使い心地が特に気に入ったものになります。はい、そしてもう一つクッションファンデーションなんですけれども、こちらのエチュールハウスのエニークッションシリーズの、
これが、テロップで出していこうと思うんですが、あ、書いてますね。クリームフィルターっていうタイプになります。SPF33 の PA が2プラスで、もう一つ別のクッションも、いただいたんですけれども、まあ、そちらはすごいカバー力が強いタイプなんですね。で、私は、まあ、さっきも言ったように使い心地軽めで、カバー力もそんなにすごいあるものよりは、自然にカバーしてくれるタイプの方が好きなので、それがこのエニークッションのこのクリームフィルターがちょうど私の好みのタイプでした。で、中はこんな感じの、これはクッションというかテンション系のものになりますね。ネットが貼ってあって、中にクリームタイプのファンデーションが入っています。で、本当にカバー力、これ重ねても重ねても結構自然な感じなんですよね。なので顔全体のトーンアップとか色ムラを綺麗にしてくれるっていう感じ で、あと気になる部分は重ねて使って、それで私はメイク仕上げています。もっとバッチリメイクしたいっていう時は別のファンデーションの方が向いてると思うんですけれども、普段使いの本当にあんまりこう顔に塗りたくりたくないなっていう時はこういうとこれを使うことが多くって、まあ、最近はもう本当に暑いので、あんまりこう顔の上に色をのせたくないっていう気が多いので、これが結構それに適していて、私はこれがすごく気に入りました。そして続いてはこちらです。ザ・セムのパーフェクトポアパウダーのこの、ルースパウダータイプのこの小さい方ですね。こちらのパウダーもものすごく良かったです。まあ、別で9点でこういう系のパウダー一度に買って紹介したことがあるんですけれども、その中でも全て合わせてもこのセムのやつが一番今のところ私はほぼ一番気に入ってるかなっていうぐらい好きです。まあ、こういう感じの何の変哲もない白いパウダーなんですけれども、とにかくこれ仕上がりがものすごくいいです。サラサラのパウダーなんですけれども、顔の乾燥感が出ない、イニスフリーのパウダーはね、ちょっと塗ると肌がパサッとする、パサパサする感じになりやすいんですけど、これはものすごく馴染みが良くって、まあ、こんな感じのパウダーなんですけれども、結構多めについちゃったかなとか思うんですけれども、ものすごくその毛穴を消してくれる力とで、ちょっとこう朝ですね、通勤の時とかにちょっとこう顔やっぱり熱くなって汗をかいたりとかしてしまっても全然崩れてないですね。これを塗った部分はもう時間が経っても全然テカらないですし、これはねすごく使ってみてすごくいいなと思いました。はい、そして続いてはこちらです。VDL のコスメを紹介した時に、送っていただいた、こちらのプライマーですね。アイプライマーになります。エキスパートカラーのシリーズになります。この VDL のアイプライマーなんですけれども、結構私アイプライマーってこうすぐ忘れてしまって使うのを、そういうのをね定番で使っているものってなかったんですけど、これをいただいてから結構これしっかり使うようになって、でやっぱりこのアイプライマーを一つ、使っておくことでこんなにもこうアイシャドウの、発色とか持ちがこんなにも良くなるんだなっていうのを実感させてくれたのがこのアイプライマーですね。塗った感じ結構重めです、テクスチャーは。で、伸びもそんなに広がりはないんですけれども、本当にそこにピタッとこうついてくれて、で特に色の補正効果もほとんどないものになるんですけれども、これを使って仕込んでおいて時のアイシャドウの発色はものすごくよくって、で時間が経ってもこの二重幅にこう溜まったりも色がね溜まったりとかも全然なかったので、これはすごくやっぱり使ってみてよかったなと思いました。はい、そして続いてはカラーコントロールなんですけど、最近の動画で紹介したものですけれども、その中でもやっぱり気に入ったのはこのペリペラのインクシリーズのインクカラーコレクターです。これはもう、いただいてから毎日メイクするときは使っています。で、今回グリーンとこのラベンダーの2色だったんですけれども、頬の赤みにはこちらのグリーンで、で、目の下のちょっとこうくすみとか、あとハイライト的に、
鼻筋とかに使うのはこのラベンダーにしていて、でとにかくこのチップタイプっていうのがものすごくまず使いやすいですね。手に取らなくていいっていうのがまず使いやすいですね。こんな感じので、テクスチャー結構さらっとしていて、で伸びはねそんなにこうよくないって言ったらあれなんですけど、変にこう伸びすぎない感じが、ちゃんとこうカラーコントロール、その狙ったところにしっかり色味をこう残してくれる、そういう感じが好きです。で、塗った後一瞬でこうサラッとするので、その後のこうファンデーションを塗った時によれたりも全然しなくって、こんな感じで本当に色味も発色もいいですし、でも自然な感じ。で、時間が経ってもこのサラッとしたベースなので、その部分が化粧崩れするっていうこともなく、本当にこれはね気に入りました。はい、そして続いてはこちらです。リップもいろいろ送っていただいていたんですけれども、その中でもよく使っていたのがこのティントバーシリーズの、VDL ですね、のティントバーシリーズで、こちらですね、ちょっと箱をもうちょっとパッケージしてしまったのであれなんですけれども、ミルクショットのシリーズの101番になります。色づきも結構意外と自然な感じで、色も定着してくれたので、この色の感じがすごく気に入りました。そして続いてですね、続いてはこちらの、It's Skin の一番最初に私動画を作ったものなんですけれども、 It's Skin のライフカラーパレットです。これの、アイシャドウとチークのパレットを2色ずつ、紹介したんですけれども、特に、こっちの、アイシャドウの方も、アイシャドウの方が02番で、でチークの方も02番のこのパターンがすごく好き で、アイシャドウの方はこんな感じの、ベージュオレンジ系のブラウンっていう感じなんですけれども、ここの2色が、プラムっぽい、バイオレット系の色になっていて、ちょっと秋っぽいカラーかなと思って、使ってみたんですけれども、意外となんかあんまり季節感そんなに影響してないなって思っていて、でなんだかんだで結構これ使うことが多かったですね。ベースとかブレンディングの時にこの辺を使って、でポイントですね、ポイントのメインカラーと、でちょっと締める色っていう感じの、だいたい4色ぐらいをこの辺をこうちょっと使っていました。でチークの方もこちらの02番の方はピンク系で、ちょっと、青みのある感じのピンク系のシリーズの方なんですけれども、これのやっぱりこの青みの薄いピンクとか、このあたりですね、ちょっとチェリーっぽいピンクとか、この辺を、まあ、さっきのアイシャドウと一緒に使っていることもありましたし、普段のメイクでもこのあたりはもう本当に好きな色なので、すごく役立って、使っていました。はい。そして、最後になります。最後が、こちらの 3CE の、ラブ 3CE シリーズです。ちょっとピントが合わない。はい。こちらになります。この中でも、ファンデーションとか、アイシャドウ、チーク、いろいろあったんですけれども、その中でも、この、リップですね。本当に箱のこのパッケージもものすごく可愛いんですけど、このグロッシーリップスティックですね。マットタイプのちょっとベルベットリップっていうのも種類としてあるんですけれども、私はそちらよりもやっぱりちょっとツヤっぽいというか、しっとりする方が好きなので、グロッシータイプが気に入りました。で、この色はですね、コーリングエナメルズ。エナメルっていう色なんですけれども、これが結構ビビッドなこんな感じのオレンジカラーではあるんですけれども、塗るとすごく可愛い色で、こんな感じの本当に少し塗っただけでもすごいツヤが出るもので、でべったり塗るとすごい発色これ強いので、本当にこの薄く唇の中央だけに塗って、で軽くぼかす感じですごく薄く発色させて使っていました。もう本当にこれぐらいです。でもこの感じの色がすごく好きで、私もともと唇の色がちょっと強いというか濃いので、本当にこれぐらい薄く塗るだけでもしっかりこう色がついてくれているなっていう風に見えるので、
これを結構気に入って本当に少量だけ使ってたんですね。で、色の定着もやっぱりしっかりありますので、意外と時間が経ってもこの感じの色が残ってくれていました。はい、ということで今回は、ビューティーコリアさんからご提供いただいた韓国コスメの中でも私が特に気に入っていたもの、結構ヘビロテでほぼ毎日使っていたものをご紹介いたしました。これ以外にも本当にいいものたくさんあったので、またそれぞれの動画ぜひチェック、まだ見てない方はしていただきたいなとは思うんですけれども、今から何かこうお買い物したいなって思う時に少しでも参考になればなと思って、特に気に入ったものをご紹介させていただきました。また今の時期使ってみてっていう感じなので、また季節が変わったらこれまで紹介したものの中でも逆に秋冬にはこっちの方が向いてるなっていうものも実はありそうだなと実際今思っているものもあるので、また時期を見て、こういったおすすめの商品ご紹介していければなと思っています。また来週あたりからおすすめの商品とか新作コスメなども今ちょうど送ってくださっているところなので、またそういった動画も更新また続いていくと思いますので、この動画もチェックしていただけると嬉しいです。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。